劇場型半島、はい、中国は5000年の敵、うん、韓国が五輪の衣装に奮撃したわけと、またこれ産経新聞がバカにした崖としてますけれども、はいはい、北京五輪をきっかけに韓国で反中感情が湧き立っている、はい、うん、開会式に韓国で韓服と呼ばれる伝統衣装のチマチョゴリを着た女性が登場したことで、インターネット世論はおるか政界までが文化の侵奪だと一斉に反発、韓国選手が失格となった判定をめぐっても、非難が膨れ上がったと、はい、ソウルの中国大使館近くで11日保守系団体が、中国国旗の御成功旗を引き裂くデモが行われた。いつも引き裂いてますね、はい、韓国の連合ニュースによると、団体代表は我が国の韓服やキムチを奪うだけでなく五輪精神を傷つけることに腹が立ったと主張、参加者の若い女性は中国政府に何も言えない韓国政府も糾弾すると語ったと、在韓中国大使館は8日、中国の朝鮮族と、朝鮮半島には共通の文化があり文化の侵奪という言い方は成り立たないとの見解を発表し火消しを図ったと、チマチョゴリを着た朝鮮族は過去に中国のさまざまな行事に参加してきた。2008年の、北京夏季五輪にも登場したが、当時は韓国内でこれほどの反発は見られなかったということなんですね、うん、はい、まあ、だから急になんかこの2022年になって騒ぎ始めてる、うん、はい、それでまたあの定番の、はい、あの国旗破るっていう、そうそうそう、やってはいけないパフォーマンス、やってはいけない、これ、はい、それだからいかにその中国だろうが、はい、まあ、日本でもそうですけど、はい、やっちゃダメですよね。そうですね、そういうことは、あの抗議の仕方がね、うん、ただまあ、 あの韓国って分かってないよね、中国がどういう国家かっていうね、うん、だからすり寄るとタイミング見て必ず奪うっていうのが中国ですから、うん、韓国がだいぶすり寄って、うん、もうこいつは怖くねえなと思われたからこういうことされるっていうかね、うん、嫌がらせをずっとされるわけですよ。そうですね、まあでも5000年とかもう全然いいから恨んじゃってくださいっていう感じですねそっち行っちゃってくださいよと。もうだってレベルが違いますもんね、はい、日本は35年の敵、はい、中国は5000年の敵だ。あ、いや、これ正しいことですよ、うん、5000、まあ、5000年はちょっと5000年は、まあ、古代広告ですよね、うん、2000年くらいじゃないの、2000年、うん、なんか進撃の巨人みたいですね。そうそうそう、それぐらいじゃないのって、はい、それぐらいか、はい、まあ、反日は左派が煽っただけ、うん、実際は中国がもっと我々をいじめたとの、まあ、ネットの書き込みが現れ、うん、無数のネットユーザーが共感を示した、うん、反日感情の強さで知られてきた韓国だが、最近の世論調査では中国に対する好感度は日本を下回っているのが現実だということなんですね。やっと気づいたかという感じですね、うん、やっとというか遅すぎですけどね、うん、はい、中国の方が断然やってますからね、はい、その辺は。あとこのキムチにムキになってるのもよくわからないですね。いや、それはやっぱりもう、はい、もう文化ですから、はい、日本で言ったら、うん、もう味噌汁取られるみたいなもんたちですかね。あ、そっか、うん、まあ、日本はね、うん、取りようがないっていうかいろいろあるじゃない、はい、寿司もそうだし、うん、はいはい、そばとか、うん、やっぱ日本文化の日本食っていうのは取れないもんだよね。そうですね。で逆に中国から来たもんだけど、うん、ラーメンも餃子も日本なりにアレンジして、そうなんですよ、うまくなってるから。だから日本起源というか、はい、やっぱその日本はアレンジがうまいんでしょうね。そうですね。取り入れた上での、うん、その料理のアレンジ、はい、まあ、だからやっぱラーメンも日本で独自の進化を、うん、そうです、遂げていますし、もう全然ラーメンに関しては日本は全然違う料理にしてるわけだし、うん、ね、あと餃子も焼き餃子って日本だからね。ああ、向こうは水なんですね。水餃子なんですよ、うん、日本が焼き餃子って作ったわけですから、うん、で焼き餃子と水餃子どっちって言ったら、まあ、水餃子もうまいけど、うん、焼き餃子の方が、あれ、和田さん忘れてません、はい、まだあるじゃないですか、揚げ餃子か揚げは別に揚げ餃子どこでもいいな、あのミンミンとかでおなじみの揚げ餃子揚げはな別にっていう感じですけど、いや揚げ餃子、はい、僕もちょっと知らなかったんですけど、うん、はい、宇都宮行って食べてみたら、うん、これが意外とうまいんですよ。あ、マジですか、はい、いや、そして僕一番びっくりしたのが、はい、セブンイレブンで揚げ餃子売ってるんですよ、うん、マジで、マジで知らなかった、それ知らない、セブンイレブンで餃子売ってるって、はい、栃木だけなのか分かんないですけど、うん、やっぱなんか地域に合わせてやってんだなと、はい、うん、なんかすぐ腹いっぱいになっちゃいそうっていうか、はい、水餃子も熱いじゃない皮が、はい、だから焼き餃子って、うん、こう薄いから、うん、腹いっぱいにならないからずっと食えるというか、うん、ビール飲めるというか、うん、はい、つまみとして、つまみとして、はい、いいですよね、いいなと思いますね、はい、まあ、ね、この韓国、まあ、ぜひ中国の方に怒りの矛先を向けて、うん、はい、日本にはもう構わないでほしいなと、はい、いうことです ね、 そうですね。次行きましょう、はい、ソウル特派員初、うん、とんでも候補が韓国大統領選で異例の躍進、
本人を直撃っていう、うん、はい、これもまたあの産経新聞の記事なんですけど、はい、うん、まあね、あの大統領選挙もう1ヶ月切ってるんですね、はい、そうですね、はい、支持率で3位から4位を記録する、まあ、異変が起きてると、うん、でこれあのだから主要野党党首とか閣僚関係者を上回る、うん、人物がいると、はい、当選直後に国民全員に1億ウォン約960万円を支給するなど、過激な公約を打ち出している人物がいると、うん、恋愛すれば手当を月20万ウォン結婚すれば住宅資金など3億ウォン支給、はい、18歳以上は全員毎月150万ウォン支給、はい、相続税固定資産税廃止、うん、高等向けともいえるばらまき政策の財源について政治団体の代表を自称するホ・ギョンヨン候補は年間800兆ウォンほどかかるが現在の政府予算610兆ウォンのうち 70% は節約できる高所得者の脱税防止などで税収を増やせば実現は十分に可能だ。おすごいなんかの民主党の埋蔵金的な発想ですけども、はい、そうですね、選挙スローガンは国家に金がないのではなく泥棒野郎が多いだと。なるほど、でホ氏は1997年以降大統領選や国会議員選などの、主要選挙にたびたび出馬一般には泡沫候補として扱われるが知名度は高いっていう。だからマック赤坂みたいな どの国にもいるんですね。いるんですね、はい、なんか過激なマック赤坂みたいな感じなんでしょうね。そう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 、主要な新聞社や放送局の世論調査では、選択項目から名前が除外されているため報じられる機会は多くない。保守は、メディアを活用して非主流の立場から大統領まで一気に駆け上がったトランプ元、大統領に自分をなぞらえ報道機関が韓国のトランプの登場を恐れている完全に不公正だと憤りを隠さないと、うん、いやトランプ前大統領はここまでじゃないですよ、うん、そうここまでそのじゃないビジネスマンですから、はいはいはい、ここまでとんでも言ってなかったんじゃないかなと思いますけれども、ね、はい、今回星が、テレビに露出する機会はほぼ皆無だが、YouTube を通じて60代などの中高年に浸透したと、うん、ここでもやっぱり中高年なんですよ。このなるほど、ね、中高年というかもう60代とかの人物に響いてるんです ね、はい、でやっぱり気になるのは対日政策なんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、これを尋ねると、はい、韓国側が海洋放出に反対する東京電力福島第一原発の処理水について私が霊的な力でセシウム水を浄水できる半端ないな文大統領夫妻が各国大使らに、送った旧正月のギフトセットの箱に韓国側が不法占拠する竹島、と見られる絵が描かれていた問題については私が大統領になれば、トクトだけではなく我々のことである対馬の写真も入れる対馬の領土回復は歴史的、祝願だ、はい、などと語ったと。誰がなっても反日ですね。反日です、はい、そこは固いんだね。いや反日ですけど、はい、一番やばいやつですね。やばいやつ、はい、はい、まあ、ちょっとなんか本人も、うん、まあ、なんか分かってるんですかね、まあ、それは開いた口が塞がらない記者に、星はにやりと笑いかけた。世界各国でもコメディアンが国のトップについているじゃないかと、はい、まあ、これで記事終わってるんですけど、はい、この人がなったら韓国どうなるんでしょうね。まあ、今以上にめちゃくちゃになるでしょうね、うん、まあ、ただ、まあ、なることはないですけどね。なることはないでしょうけど、はい、なったらまたすぐろうそく運動とか始まっちゃうじゃないですか。すぐにこんなんでいいのかっていう、はい、いやこんなとんでも候補が、うん、まあ、世論調査で割と上位に来てるっていうのが、はい、そうですね、まあ、正規マス感が出てるなと、まあ、韓国も悩める人がね、うん、多いですから。そうですね、うん、そう韓国もだからいろんな人いますからね。あ、そう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 、うん、亮太さんもこの前スーパー行ったら宇都宮餃子が売っていて和也さんを疑いつつも買って食べてみたらめちゃくちゃ美味しかったですと疑いつつ、ね、僕を疑う人ないですよ、ね、一緒にビール飲んだ時は涙が止まりませんでした。まるで愛国心のある政治家の演説を聞いていただくようにでした知らんけどと、次は宇都宮で食べたいです。和也ニュースがお住まいくださいと。あの、はい、非常にあっさりしてるんですよね、はい、宇都宮の餃子っていうのは、うん、まあ、野菜多めで、はい、まあ、なんかまあ店によりますけど、はい、1店舗あたその1個あたり、はい、あの結構ちっちゃいものなので、はい、うん、なんかもう 2,3 人前くらいもうババッといっちゃいますし、はいはいはい、あのぜひ皆さんも食べていただきたいなと思いますけどね、はい、そう浜松、いや、あの極論言うと餃子どこでも美味しいですよ。あ、なるほどね。餃子、いやだって皆さんまずい餃子って食べたことないでしょまあでもね、うまい餃子はあるから、うん、普通の餃子もあるね。あ、まずいはあんまね、うん、ない。そう、餃子
でも夢が詰まってるじゃないですか、うん、あのなんかねそのな中のあんの部分だって、はい、まずいもん入ってないんですから、はいはいはい、それをこう皮で包んで、うん、焼いたら、はい、そこはやっぱ美味しくなりますよね、うんうん、なるほど。まあこのまま行ったらなんか宇都宮観光大使になるんじゃないの。いやいやいや相当宇都宮についてあのプッシュしてるまだ住んで2ヶ月になってますからまあ見てる人はね、はい、宇都宮っていうのをすごく覚えてるんじゃないかなと思いますよ。これからもちょっと発信していきたいなと。そうですね。